代表作ですよね、うん、マーチにこのトランクはない。女性の好きなものが詰まっていますね。めちゃめちゃ考えてます。考えてる、はい、ではここからは光岡自動車さんが現在発売されている車をご紹介していきます。今回ご紹介していただくのは、はい、ビュートになります。ビュートです。ビュートビュートこちらでございます。ビュートっていうのはこれ会長どういう字を書くんですか。美しく遊ぶ人。おビュート、美しく遊ぶ人でビュート、はい、これやっぱあれですよね。もう本当にあの光岡自動車の代表作ですよね、うん、だから目玉が真ん中寄ったからね、女性のほとんどの人はやっぱり可愛いというふうに言ってくれます、ね、これ本当可愛いと思います。これはベース車は何でしょうか。日産のマーチ、うん、ー日産のマーチ、ね、まずここを描いてるわけですよね、うん、そうですね、はいはい、フロントはもうフェンダーのところからボンネットとフェイスを丸ごと描いてます、はいはいうん、でこのビュートに関しては屋根も実は被せてます。トゥルッとシーピラーが丸くなってますけど、ここも溶接で屋根をかぶせています。あ、そう。そして、リアフェンダーとトランクも、うん、新規でつけています。これかぶせてるってどういうことですか。もともとのベースの車の屋根の上にもう1枚ビュートの屋根をかぶせています。ここまで来とるんですよね。だからこれは本当に自分たちのラインになってますね。ということでそれの方はこの丸い感じが出るから。そうですね、ここのやっぱクラシックな、うん、シーピラーの太い感じ。カクッとなっちゃうんですね。あ、そうか、これが立ってるんだ。はい、で元々のマーチはあのハッチバックなんで、うん、セダン型じゃないんですね、そもそも。そうかそうか、はい、だってこのトランクはないもん。そうですね。あ、そうですよね。マーチにこのトランクはない。わ、後ろも可愛い、うん、そうですね、お尻がプリッとして可愛らしい。リアウィンドウがこうちょっと丸くなってるのが、はい、可愛い、うん、これやっぱこういう小さく先頭でやっぱ色気が出るんで、ねね、心がこれ真っ直ぐだったらあれだよ、うん、ダメです。ちょっとね、丸くなってるから、はい、ビュートっておいくらなんですか。これは、はい、271万。安っ、安っ。あと色 何色ありますか。色はかなりあの設定がありまして、うん、30色の中から選ぶこともオプションとしてできますし、うん、ノーマルでは、5、6色の中から選ぶことができます。黒いいよね。黒も可愛いですけど、最近だとちょっと優しい、淡い色の方が絶対いいですよ、はい、さっきあったね、あの水色みたいな。そうですね、アースカラーの方が人気ですね。いやでも黒はね、なんかクラシックな感じ。そうですね、黒もかっこいいですね。なるほどね。これブリティッシュグリーン、ね、ブリティッシュグリーン。いいですか。嬉しい。これはいいよ。私本当にもし自分が今車買うんだったらこれ買いたいです。あ、今多分会長に言うとお値段にすると安くしてくれると思う。そんなことしないですけど。すごいな。室内もちゃんとしてる。室内高級感ある。どうどう、中のこのねオフホワイトの。でもいいな、なんか高いんで、うん、運転しやすそうな感じ。さらに多分これで上げられますよね。はい、誰だね。でしかも中も可愛いな、いいな。あ、なんかこれは絶対女性の好きなものが詰まっていますね。詰まってますか。はい、これ見てよ、ほらこんなのね、はい、可愛い、だいぶこだわりました。本当に、はい、うん、めっちゃ可愛い。それめっちゃ可愛い。ここも可愛いですもん、うん、めっちゃいい。お部屋感があります、なんとなく。どうですか吉岡さん。私これ本当冗談抜きでめちゃめちゃ考えてます。考えてる、はい、じゃあいいでしょ。あのめっちゃ考えてます。後で会社にお値段してください。いやいやいや、本当にだってかっこいいですもん。こういうこの車に乗ってる人って中どんな人なんだろうって、なんか運転してたら覗かれそうな感じするじゃないですか、うん、そうだね。だからそれってなんか楽しいなと思って、うん、なんかこれ乗ってると振り込み詐欺しなそうですよね。そっちでなんか個性あって好きです、この感じ。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。チャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。